福岡銀行カードのアニアセス準備だい。皆さん、今回の動画ではバンタンの話なんですけど、バンタンが練習生の時から毎日行ってたそのお店の社長のインタビューが韓国で話題になってて、それを日本の皆さんにもお伝えしたいと思います。この方がカンサンジャ社長なんですけど、皆さんもご存知かもしれないんですけど、昔にはメンバーたちがこのお店の下の地下で練習をしてた時期があったんですね。だからメンバーたちがデビューする前から数年間このお店でほぼ毎日ご飯を食べました。だからこの社長はメンバーたちの一人一人の性格とかもよくわかってるはずじゃないですか。だからこういう質問をしたんですね。一番娘のようなメンバーは誰ですかっていう質問に、それはジミンさんだと。ジミンは本当に愛嬌がたくさんあって、いつも自分にお疲れ様ですって言いながら、なんかこう肩を揉んでくれたりもしましたと。こう言いながら、また優しいのはユンギも優しいですと。お金もあんまりない練習生の時からバックダンサーの方々と一緒に来てご飯を食べたら、いつもユンギが全部払いましたと。それである日は社長がユンギさんに、なんで君が全部払うのって聞いたら、一日中一緒に頑張ってくれたから自分が払わないといけないですと。